元気ですか。ナナシンク所属のフマットと申します。この度フマット、4月の25日をもちまして、VTuber を引退させていただくことになりました。よろしくお願いします。なんか初配信みたいな気分なんだけど、すいません。4月25日で VTuber 辞めるフマワットと申します。よろしくお願いします。まあ私1年前かな、ちょうど1年前、1年半前か、そうだね、1年、去年の冬ぐらいに活動してて初めてちょっと長期のね休みを取ってしまって、まあちょっとこういろいろ考えとったんですよ。でその前だから、待って、今2023年、2021年のまあ腰とか、まあ、その辺から結構もうやめてーってなっとったんよ。やめたいなーみたいな、正直もう2021年から思ってたんだよ。本当はね、もうやめるんでバーって言いますけど、もうしんどいなって。何がしんどいかって言われたら、正直もう言葉で説明できないよね、うちの思ってる感情だから。これはそう、しんどいなってなってて、いろいろですよ、もういろ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 しんどいなってなってて、もうやめたいなみたいな。でまあそういう話を、まあ、うち VTuber で一番仲のいいのが小森メトなんですけど、そうなんですけど、そうメトにまあめちゃめちゃ相談してたね。まあお互いいろいろね思ってたこととかもあって、なんかこう相談し合ってたりしとったんだけど、もううちはもう無理だって感じでやって、もうやめたろうかなみたいな。でだけどなんかやっぱりなんかなんだろう、別にこの活動が嫌だってやめたかったわけじゃないよね。この活動は楽しいし、いつも応援してくれてるみんなのことを思うとやめれなかったんよ。そうで、何よりやっぱそのメトだけど、メトは頑張っとったんで、そういう勇姿を見て、あ、なんか甘えちゃダメだなと思って、もうちょっと頑張ろうかなみたいな。でしかもそのワトメト2周年がその時からもう計画されとったから、なんかワトメト2周年はさすがにやりたいなと思って、まあ普通にそれが楽しみだったから、もう続けようってなったよ。でまあワトメト2周年が終わって、まあ楽しかったなって思ったんだけど、なんかやっぱりなんかやっぱ活動に対して自分のなんかやっぱしたいことじゃないんだよなーってなって、楽しいんですよ、楽しいんですけど、フマワットめちゃめちゃ好奇心旺盛で、すごいやりたいことがいっぱいあるの。だけどなんかやっぱそのやりたいこととかができない、まあちょっとめたいけど、まあ、できないのよフマワットじゃ。できないんですよ、ちょっとあれですけど。でなんかすごい先のことを考えた時に、なんかこう、まあ、人生って長いようで短いじゃないですか。長いんだけど、気がついたら人生なんて終わってるから、じゃあ早いうちに自分のしたいようにしなきゃいけないと思って、すっごいもったいなく感じたの。すごいもったいなく感じたのね。なんかそのやめたいなって思い始めた2021年の頃からの今まで続けてきたこの期間は無駄な時間だと思ってないわけね、私は。だけどこうずっともやもやした状態で活動続けていくのって、まず自分が一番ね、自分が一番に嫌だってなって、でその次にやっぱみんなのことを思ったら、こんな感情でなんかみんなを楽しませることってまあできんよなってなったんよね。そりゃできんよなってなって、なんかすごい裏切ってるみたいな感情も芽生え出して、だったらもう1秒でも早く自分のしたいことをする方がマジで全員のためになるって思ったんよ、自分含め。だからまあ今回決意したんですけども、正直この辞めるっていう本格的な話は、まあ、結構前から知ってて、その運営さんとかと話のねしてて、で本当は3月に辞める予定だったんですよ。3月に辞める予定だったんだけど、まあ、ちょっとね、私引っ越したんですよ。引っ越して、まあ、そのもう配信環境が整ってなかったりとかで、
なんかもう復帰して早々辞めますってちょっと酷だなって思っちゃって、だからまあちょっとだけ活動したいなと思って4月に復帰できたから、あと1ヶ月は配信しようと思って4月末までってことになってちょっと伸ばしたんですけど、なんか本当にこう今までデビュー当初からもそうだし、途中からいろんな人のとこから知ってうちを見つけてくれて、こう応援してくれてたみんなにはなんか本当にごめんねって気持ちもあるけど、まあ何よりやっぱマジでありがとう、こんな長い期間と思ったね、本当に。だから本当に改めてありがとうございました。ちょっとまだ1週間あるんですけど、それまでは応援していただけますでしょうか。夏色祭りスパチャ用、何があっても世界一の女だよ、ディスコードのヘッダーは永遠に変えないからな、愛してるずっと友達。待って、こんなにしてたんだディスコのヘッダー、めっちゃ可愛い、ありがとう。うちのあれだ、 3D の誕生日の時に一緒にゲストで来てくれた時のハートマークだ。いやでも本当にね、マジでもっと遊べばよかったなってめっちゃ思いますよ。もっと遊んどけばよかった。本当に辞めるまでの目標は100億パーセント泣かないことだって、悲しいことじゃないから、うちはうちが幸せになることだから、うちも嬉しいし、 みんなもその推しが幸せで嬉しいみたいな感情を持ってほしいから、涙なんていらないわけよこの卒業に。俺らは絶対泣くけどいいか、俺らってやめて。そっち側に完全に行っちゃうのやめて。紛れすぎでしょリスナーさんに。そう、アーカイブは4月30で消えるらしいからね、そんなネット上にうちの声が一生残り続けるなんて恥ずかしいしね。全然消えますよ、消させてください。どうか、恥ずかしいよ。うちの初配信とかも早く消えないかなって思ってる、最初から。初配信した次の日にはもう消してくれないかなって思ってたよ。ちょっと本当に改めてさ思ってたんだけどさ、マジで本当にふまわっとずっと押し続けてくれてありがとう。ちょっとこれだけは本当に言いたいわ、あと100回ぐらい言いたい。思ったんよ、 VTuber ってめちゃめちゃいるの、人数がめちゃめちゃいるんよ。で事務所もたくさんあるよ、でいろんな配信内容があっていろんなコンテンツで頑張ってる人がいて、めちゃめちゃいる中こんなたくさんの人がうちを見つけてくれて、もしかしたらチャンネル登録とかしてないけどうちの名前は知ってるみたいな人も おるわけじゃん。なんかすごいありがたいことだし奇跡だし、なんか当たり前じゃないよなってすごい思ったのね改めて。だから本当に、しかも見つけてくれるのもありがたいけど、それ以上に配信に来ていつもコメントしてくれたり、ファンアートを書いてくれたり、ツイッターでいいねしてくれたり、そんな些細なことだけどそれをしてくれてる人がいるってすごい普通じゃないよねって思って、本当に君たちと配信する期間はすごい楽しかった。話してるのもめっちゃ楽しいけど向いてないんですよね VTuber に。向いてないんですよ、やりたいことができない、言いたいことが言えない、すごい苦しいんだから本当に。本当にね、楽しかったな。楽しかったな。4.7 万人の登録者おるかほんますごいと思う。うちさ、うち違うんだよ、なんかすごいキリがいいから5万人行きたかったの、辞めるまでに。その辞める話をした時が本当年明け前とかだったから、したか、そのこの辞めるまでにあと数千人増やして5万人になって辞めたいなって思ったんだけど、ちょっと思った以上に配信環境が整わなくて配信ができない期間が長かったから、ちょっともう諦めちゃった。諦めちゃった。
ちょっと待って、琴音ちゃんからもディスコード来たんだけど今配信いるんかなめっちゃ送ってるメッセージ、ええやだ寂しい、えわっちゃん、えありがとう、本当にマジでありがとう。最近全然喋ってなかったよね、久しぶりすぎてびっくりしたんだけど。てか普通に全然遊ぼう、大好きだよマジで。え、うちもマジで大好きだよ、またピューロランドとか行こうな全然遊ぼう本当に。ちょっとリスナーさんには申し訳ないですけど、全然配信者の方はいつでも遊びましょういや本当1週間楽しもう。うちはなんか変わらずずっとこのままで、ふまわっとのまま、ふまわっとらしさを貫き最後まで配信をするので、ちょっとね、ゆるいですけど私って、このゆるいままやっていきたいと思いますよ